レザーシャーパフラビーは、パフラビーやサイランの初代皇帝。即位前は、レザーハーンと称された。レザーの名は、第八代マームのありリ,リダーに由来し、アラビア語や全近代ペルシア語では、リダーハーンと発音される。1960年まで発行されていた複数のイランディアル紙幣にご神鋭が使用されていた。1878年。 カスピ海南岸のマーザンダラーンの名門の家に生まれた。若くして軍人となりペルシアのコサック士団の将校となる。1921年に2500の兵を率いてペルシアクーデターを起こしてテヘランを奪い、1919年に結ばれていたイギリスイラン協定を破棄して違い方権の撤廃に成功した。百二十四年から百二十五年の 間はイラン国軍の司令官、首相となる。これらの経緯から国民の人望を得たレザーは1924年にカージャール町の廃止を議会で議決し、翌年に自ら定位についてパフラビー町を創設した。その後は国内統治に尽力する。1926年には司法改革に着手。1927年には 国民銀行の創設。1929年には義務兵役制度を制定する。さらにアメリカから財政顧問官を招聘して財政改革にあたり差別的な風潮をなくすために女性解放の制度を定めたり教育改革を行ったりするなど国家の近代化に努めた。対外的には国際連盟に加盟し、1935年には 国号をペルシアからイランに改名し、中央集権化を確立した。さらに1938年にはイラン、中間鉄道を完成させるなど、産業の育成にも尽力した。しかし、国家の近代化を進めたことは、多くからの支持を集めていたが、政治においては皇帝による独裁色が強かったために、国民の反発を招いた。またイスラームを軽んじたために、 多くの反発を生むことにもなった。第二次世界大戦が勃発すると、レザーはイランの中立を宣言したが、その態度は数軸国寄りであった。さらに親、ナチスドイツ的な政策を取ったために、1941年にイギリスとソ連の連合軍が侵攻してくると、このモハンマドレザーに定位を譲って退位することを余儀なくされ、モーリシャス島に事実上亡命した。 その後、南アフリカのヨハネスブルグに移り、同地で1944年に67歳で死去した。死後、遺体はエジプトでミイラ加工を施された後、カイロにあるアイコールリファー・アイ・モスクに安置され、1950年にイランに運ばれシャフレレーにある霊廟に埋葬された。1979年のイラン革命の後に、ルーホンラー・ホメーニーの許可を得て霊廟は破壊された。 その後、遺体は、行方不明となったが、2018年4月に、例にあるアブドゥラジム領母の拡張活動の際に、発見されたミイラが、レザーの可能性があると報道された。しかし革命で打倒したパフラビー町の影を気にする、政府当局により、遺体は埋め戻された。皇帝として、同国の近代化に努めたことは高く評価されているが、独裁を強めたことが、 自らの運命を安定させてしまったという評価がある。ありがとうございます。